もしも浅井長政が信長を裏切らなかったら。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり紀行は、もしも浅井長政が信長を裏切らなかったらについて紹介していこうと思います。北近江の戦国大名として名を馳せ、歴史ファンからの人気も高い武将が浅井長政です。史実における長政は信長との同盟を破棄し、朝倉義景に味方したことで滅びの道を歩みました。しかし長政が朝倉ではなく信長と共存する道を選んでいたなら、その後の歴史は大きく変わったことでしょう。今回もおなじみイフストーリーで浅井のその後を考察していきたいと思います。信長の盟友浅井長政。戦国時代、守護京極氏に成り代わって北近江の支配者となったのが浅井助政です。ところが国衆連合の盟主的存在だった浅井氏にとって苦難の時代を迎えていました。息子久政が後を継いだ後、実権を取り戻そうと九州京極氏の反撃が始まります。そこで久政は南近江の六角氏を頼ることで危機を回避してみせました。暗愚な印象の強い久政ですが、決して凡庸だったわけではありません。六角氏を味方につけつつ国衆をつなぎ止め、社会インフラの整備や制度改革に心を砕きました。また居城小谷城の大改修が行われたのも久政の時代です。いわば次世代を担う長政のために戦国大名としての基礎作りに邁進したわけですね。さて、元服を果たした長政は当初片政と名乗っています。六角義方の変化を受けたわけですが、六角氏からの影響が強いのは致し方なく、半ば従属する形を余儀なくされていました。また六角家臣の娘をめとっていたそうです。ところが浅井と六角の間に大きな変化が起こりました。義方はかねてから中央政界への進出を狙っていましたが、政敵三好長慶によって阻止され、かえって求心力を失う結果となったのです。そしてこの機に乗じて片政が立ち上がりました。いよいよ六角の影響下から脱する好機として兵を集め、野良田で戦いを挑んだのです。数で劣勢だった浅井勢ですが、片政の巧みな指揮統率もあって快勝。ついに六角氏から離反して独立を勝ち取りました。そして型の字を捨て去ります。また六角寄りの姿勢を見せていた父久政から強引に家督を譲らせました。もちろん六角にゆかりのある妻を送り返したことは言うまでもありません。ほどなくして長政は南で六角と対峙しつつ、東では斎藤氏と対立して美濃へ出兵するなど積極果敢に動いています。実はその行動の裏には越前朝倉氏の存在がありました。長政は朝倉義景を後ろ盾にして北近江を守ろうとしたのでしょう。戦国大名として駆け出しの浅井氏にとって、乱世を生き抜くには強い大名の支援が必要だったのです。こうして長政は越前一条谷に屋敷を与えられ、朝倉との従属的同盟を結びました。さて、尾張の織田氏が勢いを増し、大国美濃へ侵攻しつつあった頃、降って湧いたような話が長政のもとへ舞い込みます。それは信長からの同盟を結びたいという打診でした。さらに妹市を目合わせるというのです。もちろん長政には断る理由などありません。織田方につけば斎藤六角といった強敵を一気に倒せますし、織田という強力な味方を得ることもできるでしょう。やがて同盟が成立し、長政のもとへ市が腰入れしてきました。この時に信長の変化をいただいて長政と改名したとも。位置は大変美しいと評判ですし、長政も若き異常夫として名を馳せていました。こうして美男美女の夫婦は仲睦まじい暮らしを送っていくのです。
信長が箕面を攻略し、いよいよ上洛の大軍を進めた時、長政もこれに加わって六角征伐で活躍。さらに将軍足利義昭を守護しつつ受洛するという栄誉に浴しました。長政はまさに信長の良き盟友となったわけです。運命の朝倉攻め、長政はどうする？さて、上洛した信長は室町幕府を再興させるべく、畿内を中心とした天下正室に乗り出します。本願寺や堺に野戦を強要する一方で、諸大名に対して幕府への起伏を求めました。あくまで主役は幕府ですから、足利義昭の命によるものです。ところが元亀元年1570年になると、信長は若狭攻めを決心して軍勢を集めました。実は若狭の政情が不安定になっており、地元国衆たちが守護武田派、そして朝倉派の2つに分裂していたのです。また足利義昭の甥にあたる武田元明が保護の名目で越前へ拉致されており、さらに混乱に拍車をかけていました。朝倉を快く思わない若狭国衆たちは、一刻も早く若狭平定をと望んでおり、信長がそれに応えた形となります。信長は若狭を休んじるため武藤朝光を討つと決し、3万以上の織田軍、幕府軍を若狭へ進ませました。ちなみに武藤とは朝倉派筆頭の国衆です。もし朝倉が武藤を助けようとするなら、これを迎え撃つつもりでした。さて、若狭に入った信長は、反朝倉だった阿波や勝久の国吉城へ入って朝倉側の動きを確認します。すると朝倉軍が鶴ヶ方面に兵力を集中させていることが判明しました。そして信長は全軍に鶴ヶへ乱入することを命じます。武藤を助けようと朝倉軍が動き出しておる、こちらから攻めかかって打ち破るのじゃ。信長帰下の諸部隊は関峠を越えて鶴ヶへ侵入し、手筒山城をたった一日で落とすと、翌日には金ヶ崎城城主朝倉景常を降参させました。拉致された武田元明を取り戻す気があったのかは分かりませんが、信長はいよいよ一条谷へと迫ろうとしていたのです。さて、北近江の小谷城では浅井久政が憤慨していました。信長は全く油断ならぬ、我らの了承もなしに越前を攻めるとは。腹心の遠藤喜右衛門も長政をなじるように愚痴を言い出す始末です。殿よ、だから言うたではありませぬか、信長を生かせば後々後悔すると。あの時毒を持っておけばよかったわい。それでも織田家の勢いがここまで大きくなれば、敵対しても勝てますまい、といったあたり、やはり遠藤には時勢が見えていたようです。ただ家臣たちは、こうなったら織田を討つべしと叫ぶ者も現れるほどで、朝倉へ味方するか、それとも静観するか、意見は真っ二つに分かれます。しかし長政には違う思いがありました。織田と朝倉が敵対した以上、どちらかを捨てねばなりません。尾張美濃だけでなく、畿内に強い影響力を持つ織田か、それとも越前一国を領する朝倉か、すでに長政の腹は決まっていました。そもそも若狭を混乱へ導いた朝倉に非があり、ましてや将軍の甥を拉致するなど、将軍の意向に背くも同然。一方、織田とは血縁関係で結ばれていますし、ここで同盟を解消したところで勝てる保証などありません。意を決した長政は家臣を集め、浅井は動かぬ、こたびの戦では余計な手出しは無用であろう、ましてや幕府に歯向かう朝倉に味方することはない、と言い放ちました。さらに不満げな父久政に対して厳しい言葉をぶつけます。父上、浅井の当主はそれがしでございます。もし下知が聞けぬとあれば、また竹生島へ渡ってもらいますぞ。久政は顔を歪めながら長政の言葉にうなずきました。かつて長政が家督を強引に譲らせた際、久政を竹生島へ幽閉したことがあったからです。
こうして長政は朝倉へ味方することなく、信長の盟友としての立場を崩すことはありませんでした。赤尾清綱との対決。その日の夜半、眠っていた長政のもとへ遠藤がやってきました。キエモン、こんな刻限にどうした。長政が声をかけると、遠藤は焦った様子でまくし立てました。殿、一大事にござる。城内の赤尾屋敷から美作家の神殿の姿が消え申した。長政は思わず飛び起き、何、それはまことかと問いただします。さらに赤尾の家臣ども、さらに同心する者たちが甲冑に身を固めて出陣したとの知らせも。遠藤の言葉を受けて長政は衝撃を受けました。赤尾清綱は重臣筆頭であり、動員人数も家中随一。おそらく目的は一つでしょう。それは朝倉救援のために援軍として向かうということ。まさかあの赤尾が。長政は信じられない思いでしたが、理由はそれとなくわかります。清綱は祖父助政の代から仕えており、かつて浅井を救うべくやってきた朝倉宗敵と親密に接していました。その時の恩を返そうというのか。長政に無断で出陣してでも朝倉の窮地を救いたかったのでしょう。しかし清綱の率いる軍勢は同心する者も合わせて数千は下りません。もしここで見逃してしまえば、織田につくという長政の考えは水泡に帰してしまいます。キエモン、追うぞ。長政は素早く着替えると、配下の者を引き連れて馬を飛ばしました。ここで清綱を止めねば浅井は終わる。出陣した清綱に追いついたのは柳瀬のあたりでした。親方様の見分でござると叫びつつ、軍勢の足を止め、長政は清綱の前に出てきました。今さか、これからどこへ行こうとしている。長政が問うと、清綱はたじろぎながらも、今ここで信長を討たねば朝倉は滅ぶやもしれませぬ。親方様は亡き備前公が受けた恩をお忘れかと答えました。備前とは助政のこと。忘れてはおらぬ。しかし浅井は織田殿からも恩は受けておる。憎い斎藤や六角を追い出したのも織田殿が味方したからであろう。しかし口ごもる清綱に、長政はなおも言葉を投げかけます。見まさか、今の浅井ではたとえ朝倉と組もうが決して勝てぬ。きっと家は滅びることになるだろう。それよりも乱世を生き抜き、家を栄えさせるには織田と結ぶことが肝要じゃ。分かってくれぬか。それを聞いた清綱は、分かり申したと深くうなずくと、配下の軍勢に引けと命じました。浅井家を危機へ導く異変は長政が気づいたことで未然に防がれました。ちなみに史実でも織田軍を挟み撃ちする浅井勢の中に長政の姿はなかったそうです。もしかすると重臣の独断で軍勢が催され、それを知った長政は追認するしかなかったのかもしれませんね。そして運命の本能寺の変へ。その時長政は、さて3万の兵で越前へ攻め込んだ織田軍ですが、さすがに朝倉軍も頑強な抵抗を見せました。あらかじめ木の目峠周辺に城西軍を配置していたこともあり、そこで一進一退の戦況となったのです。やがて背後に不安を抱える信長はしびれを切らし、足利義昭を動かして和睦を斡旋させました。両軍とも兵を引いたことで和睦となりますが、ここから信長包囲網が形成されていきます。とはいえ浅井朝倉が連携していませんから、その効果は限定的でしょう。義昭のご内緒に応じた朝倉義景は再び兵を挙げて北近江を伺いますが、長政は固く守って南下を許しません。また信長は一向一揆との戦いに注力しつつ、反対勢力を潰していきました。そして甲斐の武田信玄が死去した後、いよいよ信長は二度目の朝倉討伐に取り掛かるのです。天正元年1573年7月、織田軍3万と浅井軍5000が合流して一気に越前を目指し、
義景は察したる抵抗もできないまま敗北を喫しました。そして親族朝倉景明に裏切られた挙句自刃します。その結果長政は先行に応じて鶴ヶ軍と南条軍を領することになり、20万石規模の大名となりました。その後も信長は浅井長政と徳川家康を同盟の両輪として天下布武の道を突き進み、本願寺を屈服させ毛利を圧迫し、さらに天正10年1582年には武田氏を滅ぼします。そしてついに運命の本能寺の変を迎えるのです。ちょうどその頃家康と長政は招かれて堺に滞在しており、京都へ向かう道中で偏方に接しました。織田殿が撃たれただと？二人とも顔を見合わせつつ呆然自失となりますが、なんとか前後策を考えねばなりません。長政は一旦北上して朽木から高島経由で北近江へ戻ることを考えますが、そのルートはどう考えてもダメでした。京都近郊を必ず通ることになり、どこに明智の兵が待ち受けているか分かりません。思い悩む長政ですが、ここで家康が備前殿もどうかご一緒にと誘いをかけてきたのです。家康は伊賀を抜けて三河へ戻るルートが最善だと判断していました。備前殿、お味方がたくさんいた方が心強いですからな。そんな言葉に安心した長政は共回りと共に家康の一行に加わったのです。幾度か危険な目に遭った家康長政一行ですが、なんとか伊賀を越えて鈴鹿までたどり着きます。船で三河を目指す家康とはここで別れ、長政たちは北上して四日市から山へ分け入り、田賀を経由して北近江へ生還しました。浅井氏のその後はどうなる？ようやく小谷城へたどり着き、一夜娘たちと再会を喜ぶ長政ですが、ゆっくりはしていられません。安土城を含む南近江一帯は明智光秀の支配下にあるため、これを解放する必要があったからです。幸い家臣たちが領内を固めたおかげで混乱はなく、長政はすぐさま軍勢を集結させました。その数1万。明智軍には及びませんが、進軍する途中で味方はどんどん合流するでしょう。まずは近江を手に入れ、次いで明智を討つ。そこまでが長政の考えたストーリーでした。幸先よく安土城を手に入れ、ほどなくして蒲生片秀康秀伏が合流を果たします。さらに浅井軍はどんどん数を増やし、瀬田へ到着する頃には2万近い大軍となっていました。ところが瀬田の唐橋が焼き落とされていたこともあり、順調だった進軍がストップしてしまうのです。急いで修繕するのですが、少なくとも数日はかかるでしょう。そこで長政は嫡男輝政を呼び寄せました。輝政とは史実において信長によって殺された満腹丸のこと。輝政も18歳になり、凛々しい若武者となっていました。輝政、そなたは一軍を率いて宇治へ向かえ。おそらく光秀は羽柴軍の襲来に備えて浮き足立っているはず。南から突き上げるのだ。指示を受けた輝政はすぐさま2000を率いて宇治方面へ向かいました。その直後、長政は耳を疑う事実を知ります。何？羽柴軍が尼崎に着いただと？備中にいたはずの羽柴秀吉はとてつもない速さで大返しを成し遂げ、とうとう京都まで目と鼻の先まで迫ってきたのです。筑前名、早い、早すぎる。焦り立つ長政ですが、こればかりはどうしようもありません。ようやく唐橋の修理がなり、山科へ入ったところで山崎の戦いの結果を知りました。長政は致し方なく秀吉を出迎え、勝利を褒めたたえます。その後長政は一貫して秀吉支持を貫き、秀吉のために戦い続けました。賤ヶ岳の戦いでは北近江が戦場となりますが、勝利に大きく貢献しています。さらに小牧の駅でも先陣に加わり、後に家康の上洛を後押ししました。こうして九州の駅が終わる頃、浅井氏の所領は北近江、越前、若狭にまで及び、優に100万石を超える大大名になり上がったのです。
また秀吉は浅井氏との血縁関係すら望みました。長政と一の娘茶茶は大阪城へ入って側室となり、さらに三女の郷は秀吉の甥小吉秀勝の正室となりました。一方嫡男輝政は家康の養女をめとっており、浅井氏は豊臣、そして徳川と深いつながりを持つ大名となります。そして慶長3年1598年、まるで秀吉の後を追うかのように長政が53歳で亡くなりました。後を継いだのはもちろん輝政ですが、彼はその後の激動の時代を生き残れるのでしょうか。関ヶ原の戦いにおいて輝政が東西両軍いずれに組みするかによって、その運命は大きく変わってくるはずです。もし輝政が東軍に味方し、戸ざまながら江戸時代を生きたとしても、やはり日本の中央に100万石の大名がいることはすこぶる危険でしょう。もしかすると江戸幕府によって改易されてしまう恐れは否定できないのです。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、登録していただけると嬉しいです。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。